僕らの自由を、僕らの青春を。ハロー、未来赤井だよ。旅旅旅、夏休み合宿軍免許ワオみたいな。さあ、というわけでですね、今日は旅をテーマにお話ししていきたいと思います。そう、今回はちょっとした発表が皆さんあるんです。それがこちら、ドン、新企画、未来あかりが現実世界でぶらり旅、題して旅あかり始動。ついによみんな、出ちゃうよ、そっちに、そっちに出ちゃう、出ちゃうよ、あかりが出ちゃうよ、あかりが現実世界に。ふっふっふっふ。というわけですね、旅行だよね、出てくれるの。え、どこ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 。いや、前々から言ってたんだよね、ピロリンたちと外ロケしたいねみたいな。やっぱこう家の中でさ、こうやって撮影することが多いんだけど、現実世界のみんなともっとつながりたいなみたいな、ひつのアイちゃんじゃないけど、そうそうそう、みんなとつながりたい、未来あかりですっていう感じなので、外に出てみようかなみたいな。ちょ、陰キャなんだけど、ちょっと陽キャにね、昔ちょっとだけやったことあったんだけど、もうほんとちょっとだけだから、もっと攻めていきたいんだよね。できたらこう日本全国回りたいなとかあるんだけど。どこ行けるんですか？え、ありがとうございます。まあ、最初だしね、近場でも全然いいよ。バンダイナムコのお金で旅行に行こう。まあ、今ね、バンダイナムコピロリンはちょっとね、タジタジかもしれないんですけど、大丈夫、背中を押してあげるから、ドンって。溜まってる溜まってる。え、でもストレス発散ってこと？何？めっちゃもうその場のものを、本当にあるものを破壊できるやつだっけ。え、あ、池袋、今やっぱ最先端の家電をバットで投げる。もうなんか、もう罪悪感と背徳感だね。あ、これあり。うん、普通の企画としてもありだもんね、なんか。え、いい。池袋なら近いし。外注ピロリンが行きたいところ、いいよいいよ。え、めっちゃいいじゃん。え、鎌倉は千葉県、神奈川県、あ、神奈川県なんだ。え、めっちゃいいじゃん。鎌倉ってでかいお地蔵さん、大仏さんいるところだよね。いいじゃん、なんかおしゃれそう。いいじゃん。え、ちょっと鎌倉って江ノ島もそうか。あとしらす丼とか、なんか魚介が美味しいのかな。あー、いいね、満喫するって感じね。あー、おととい、いたボス。もう最高なライブでね、乗ってない。え、すごかった。ちょうどさ、雨とか降ってたから、あんまりちょっとね、詳しく見れなかったり、動いてんのかなとかちょっと思ってたんだけど。え、これやっぱ怖いんかな。やばいやばいやばい。たまにさ、気を失う人いるじゃん。え、でもあり。え、いいじゃん。え、富士急行くのあり。ええ、ちょっと待って、みんなさ、え、絶叫系いける？いける？ダメダメ。絶叫系いけるっけ？お化け屋敷はいけんの？逆にそっちの絶叫はいけるんだ。なるほどね。え、ちょっと待って、お化け屋敷は無理だって、ほんとに。最後は、なるほど。あ、そんなんあるんだ。大丈夫？なんかすごいことなってるけど。いやー、絶対楽しい。 VR 酔いがしない人はいいね。赤い大丈夫だわ、いけるいける。スカイツリー最近ね、ゴールデンウィークに行ったんだよな。あ、でも楽しいけどね、スカイツリーね。おー、ありがとうございます。そうだな、この中だったら、まあ、自分も気になるのやつと、あと視聴者の人も見て楽しいんじゃないかなっていうのは、まあ、池袋の壊す投げる、塗りたくるのストレス解消ツアーとか、あとまあ富士急ハイランドも。え、どうなの、あれさ、ジェットコースターって例えばカメラを頭にはつけちゃダメ？あ、許可取ればいける。なるほどね、それだったらなんか面白そうだよね。鎌倉もありだよね、まったり
するなら鎌倉だよね。え、でもちょっと待って、一発目はちょっと激しめがいいから、この中だったら富士急かストレス解消かも。はい、というわけで旅あかり第1回目の行き先は池袋、新感覚ストレス解消ツ